古群家1号墳は鳥取県鳥取市古群家にある古墳。形状は前方公園墳。古群家古墳群を構成する古墳の一つ。史跡指定はされていない。出土遺物は鳥取県指定保護文化財に指定されている。稲葉地方では最大規模の古墳で4世紀末用頃の築造と推定される。鳥取県東部。 鳥取平野南園の低給料上に築造された古墳である。1957年に発掘調査が実施されている。墳形は前方五円形で前方部を北北東方に向ける。墳丘は2段築成。墳丘長は92.5メートルを測るが、これは稲葉地方で最大規模になる。墳丘表面では、円筒波には、 朝顔形埴輪による埴輪列のほか、継承葉には、不禁止が認められている。主体部の埋葬施設は、公園部中央における年度各1期、箱式石棺2基の計算機からなり、発掘調査ではこれらの埋葬施設から多量の副葬品が検出されている。築造時期は、古墳時代中期初頭の4世紀末用頃の築造と推定され、一帯では、 南東の六部山三号墳に後続する有力主張部に位置づけられる古墳である。出土遺物は2014年に鳥取県指定保護文化財に指定されている。公園部墳町埋葬施設としては公園部に3期が認められている。3期の埋葬方向はいずれも墳丘主軸に直行する東西方向。中富の高竹神社。ありがとうございます。